皆さんこんばんは。こんばんは。ね、シャレコアのお時間でございます。シャレコアですよ。お待たせいたしました。ね、土曜日のお時間。ありがとうございます。ありがとうございます。誰と喋ってらっしゃるんですか。誰と喋ってらっしゃるの。シャレコアの時間でございます。皆さんありがとうございます。選挙の演説みたいな感じになってますから。ということで、ね、届けましょう今日もね。今日も届けたいんですけども。はい。我々のシャレコアアーカイブ。うん、アーカイブ、ありますので、はい、あのアーカイブチャンネルね、うん、シャレコアの専門チャンネルがありますので、ありますね、そちらの方もね見ていただけるでチャンネル登録していただけるよろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。ということで今回なんですけども、うん、いつもと違いまして、ほう、オムニバス形式、オムニバス形式、お届けしようかなと思っておりますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、オムニバス形式ありがとうございます。それ俺のやからな。取り合いになるほどのもんかこれ。ということで、はい、3本お届けしたいんですけども。豪華ですね。ちょっとね、あの短めの2本とあとものすごく短いものを1本お届けいたします。はい、ラインナップはですね、うん、缶紐、缶紐、コッケさん、コッケさん、あとは双眼鏡となっております。あ、これはどれが怖いんだこれは。ということで僕の中でちょっとコッケさんに期待が持てますね。コッケさんなんかちょっと一番なんか得体が知れないじゃないですか。コッケさんって気になりますね。でも多分缶ひもやろな。缶ひも、うん、なぜならば、おー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 、久しぶりに、うん、ジジイが出てきます。いやーやだった。久しぶりだジジイ。ということでね、会えるね、お届けしたいんで皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずは缶紐でございます。缶紐、ね、うんうん、紐について、うん、僕の母の実家は長野の山奥、うん、信州新町ってとこから奥に入って、行ったところに、あると、うん、で僕はまだ小学校3年生か、まあ、4年生ぐらいの時だったと思うんだけど、うん、その夏休みにですね、母の実家へ遊びに行ったんですよ。うん、そこは山と田んぼと畑しかなくて民家も数軒、うん、で交通も、まあ、バスがね朝と夕方の2回しか通らないようなところ、少ないね、そんな何もないところで例年だったら行かないんですが、その年に限って仲のいい友達が家族旅行で、いなくてね、はいはい、だからこう両親についていくことになったんです。うん、で行っては見たものの案の定何もないんですよ ね、 そうね、中やから、うん、ね、デパートとかね、うん、お店とかに行きたいよっつってねだっても一番近いもうしょぼいスーパーがあるんですよ。しょぼ数ですね、うん、しょぼ数とは、いや、しょぼいスーパーを略したまでです。うん、でね、車で1時間ぐらいかかるんですよ。はいはい、でね、お父さんは、いやもうせっかくのんびりしに来たんやからね、もうもうお前もうボケっとしとけっつって、自然とね、そう、遊べとけっつって、ね、うん、言うわけですよ。はいはい、で唯一救いだったのは隣の家にね、同い年ぐらいの男の子が遊びに来とった。うん、あ、いいじゃん。で、あの年頃ってね、不思議とすぐに仲良くなるもんね。確かに。でその子を K 君としときますけども、うん、K とね一緒に遊ぶようになったんです。うん、で遊ぶといってもね田舎なんでね、やることって冒険ごっこみたいな ね、うん、そうだね、探検しに行くような感じしか で、まあ、できないですわ。うん、で1週間の予定で行って確か3日目の夕方ぐらいだったと思います。はい、午後3時を過ぎて日がだんだんと落ち始める頃、うん、まあ、夏場とはいえね西に山をこう背負ってることもあるんで、うん、こう田舎の日暮れというのは早いんですよね。はい、で僕と K は今まで入ったことのない山に行ってみようぜつって行くわけです。うん、で初めは人の通るような道をこう登っていくんだけども気がついてみたら獣道、うん、あらちょっと細なっとる道がね、うん、で大丈夫みたいな、うん、で あれ何ってこう K がね指さすんですよ。うん、はい、でその方向見てみたら石碑が立ってるんです。うん、で里で見るね道祖神のような感じで50センチぐらい1メーターないぐらいなんですよね。うん、でだいぶもう雨風にやられてた感じでねこう苔むしとると。で僕と K はねこれもうよく見ようとこうね手や落ちてた枝でこうね苔とか泥とかこう取り除いて、うん、よく見てみたんです。うん、でやっぱりねこう道祖神のような感じなんですけどなんか感じが違う雰囲気が違うというか、うん、普通の道祖神って男女2人が仲良く寄り添って彫ってあるもの、はい、これがまあ道祖神ベタなやつですよね。でもその石碑は4人の人物が立ったまんま絡み合いながら顔を見てみたら苦悶の表情をしとると。珍しい変なやつよね。で僕と K はちょっとね何これ気持ち悪くないみたいな、うん、で全然行こうで行くわけです。で辺りもだいぶ薄暗くなってきてもうちょっと、ね、僕は早く帰りたくなっとるわけですよね。うん、で K がねまた何かあるっつって、うん、僕の手を引いて歩き出そうとするんです。
で K がね石碑の足元に何かあるのを見つけたんですね、うん、そこには古びた4センチ四方くらいの木の箱が置いてあったんですよ。木の箱で、まあ、ただ置いてあるだけじゃなくてちょっと埋まっとんですよ半分くらい地中に、で斜め半分がカポって出てたんですよね、はい、で、何これと僕は嫌な感じがしたんだけども K は構わずにその木の箱を掘り出してしまったんですよ、うん、で取り出した木の箱っていうのはまた古くてねあちこちと腐っとるわけですよ、うん、でボロボロになってるんですけども表面に何か布のようなものがこう巻かれてた跡があってね、はい、で、なんかねこう墨みたいなものでなんかこう文字が書かれてあるんです。当然読めはしませんでしたが、なんかお経のような難しい漢字がいっぱい書いてある。これなんか入ってるのかな。 K はねこの箱の壊れた部分からこう何かが入ってんじゃないかって、うん、覗いてるんですよ。で覗いてるのをこう覗いてこうなんか見つけたからこう引っ張り出してみたんです。あらららそしたらなんて言うんでしょう、あのビロードというものでしょうか。ビロード、黒くてツヤツヤとした縄紐みたいなもので言われた腕輪のようなものが出てきたんですよね。直径10センチぐらいだったでしょうか。輪になっていて5箇所石のようなもので止められている。で石のようなものはまん丸、そこにもわけのわからん漢字が彫り付けてあった。それはとても土の中に埋まっていたとは思えないほど、ツヤツヤと光っていてちょっと気持ち悪い、気味悪いながらもとても綺麗だった。これ俺が先に見つけたから俺のなってこう K が言うわけですよ、うん、でその腕輪をねはめよったんです。あら、ね、大丈夫これ素早さが5上がった。いやいや、なんかそういう棒があるけどドラクエとかでなんかつけることによってアクセサリーで、やめなよって止めたんですよ、うんうんうん、一応ねなんか嫌な感じがするから、はい、止めたんですけど K はねやめようとしないんですよ、うん、でねこのね腕輪を K がはめた瞬間にヒャーみたいなキャラ変わっちゃったじゃん。どうした。ドゥ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 呪われとるやないか。呪いの腕輪だったんかい。ですよ、うん、俺腕輪はめた瞬間に奇妙な鳥とか猿みたいな鳴き声ですよ、今のね。あげたんだ。うわーみたいな、うん、こだまするんですよ山の中に響き渡って、はいはいはい、で気がつくとあたりは真っ暗ですよ、うん、で僕と K はねもうこれダメだっつって慌てて飛んで帰ったんですよね、うん、で家の近くまで来ると僕と K はもう手を振ってそれぞれの家に入っていくわけですよ、ね、はい、バイバイっつってもう、うんうん、イエーイ。でもうその時にもうね腕輪のことなんで忘れてた、うん、夜遅く電話が鳴るわけです、はい、で10時を過ぎてもまだダラダラと起きててね、でお母さんにね早く寝なさいって叱られてる時にジリ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 電話が鳴るわけですよね、うん、で黒電話が鳴ったんです。でね誰やこんな夜更けにってじいちゃんがブツブツ言いながら電話に出ました、はい、電話の相手はどうやら K の父ちゃん。はたから見てても晩酌で赤く染まったじいちゃんの顔が青ざめていくのが分かる、電話を切った後にじいちゃんがえらい勢いで寝転がってる僕のところに飛んでくるんですよ。おじいちゃんが、もう一回言いますよ、おじいちゃんが。あーたまんない、ね、あでねじいちゃんがバーッ来て無理やり僕を引き起こすと、あお前今日どこぞ生きよった。最高のフレーズ、最高のフレーズ。うらい生きよったんか、山登りよったんか。やっぱこれだ、ね、でじいちゃんの剣幕にね、はい、びっくりしたんですけども、うん、とりあえずこのね今日あったことをとりあえず伝えたんですね、おじいちゃんにね、うん、でその騒ぎを聞きつけてねおじい切れとるから、うん、もうね家族が来るわけですよ、うんうん、でねその家族たちも僕がこう話したかこの話の内容を聞いたらもう青ざめてるんですよね、おばあちゃんが、うん、はあまさか知ってるよね、絶対知ってるよねこのおばあちゃん。でじいちゃんがね、うん、うん、かもしれんなやっぱりね、あうの呼吸力。この人でお母さんがね、迷信じゃなかったの。あ知ってるね、みよ。もうなんかもう訳が分からずにただただ呆然とするばかりですよ、うん、で、お父さんもねよく訳の分からん様子だったんだけど、うん、こうじいちゃんばあちゃんお母さんの様子にねこう聞くに聞けないようなんですよね、はい、もうお父さんも知りたいけど、うん、でとりあえず僕とじいちゃんばあちゃんとでね隣の K の家に行くことになった、うん、でじいちゃん出かける前にどっかに電話しとったんですけど、ねうん、まあ、何かあってあと父も行こうとはしたんですけども、お母さんと一緒に留守番しとけっつってね、うん、でね K の家に入ってみたんですけども、今まで嗅いだことのない嫌な匂いがするんですって。なんかね埃っぽいようなちょっと酸っぱいと言いますか、はい、うん、で今思うとあの匂いって死臭というやつなんじゃないか。わあそうか。おい K しっかりしろ、奥の今からね、うん、こう K のお父さんのね怒鳴り声が聞こえるんですよ、うん、でじいちゃんはねこう断りもせずにずかずかと K の家に入っていくんですね。でばあちゃんと僕も続くんですけども、でこう今に入ってみたらさらにねあの刺繍らしき匂いが強くなってくる、強くなってくる、うん、でそこに K が横たわってて、うん、でそしてその脇では K の父ちゃん母ちゃんばあちゃん、
ね、K の家はじいちゃんがすでに亡くなっててばあちゃんだけなんですけども、うん、必死に何かをしていると、うん、で K は意識があるのかないのか目は開いてるんだけども焦点が定まらずに、うん、で口は半開きの状態でこうね泡でこう口の脇のところにこう泡がね、うんうん、こうよだれと一緒にダラダラと溜まっとるわけ でよくよく見てみるとみんな K の右腕から何かを外そうとしていると、うん、あの腕輪ですよこれだ全然外れんでねあのさっき見とるわけですよ、うん、僕はこの腕輪を ね, いいよねでも様子が違うんですね綺麗な紐はほどけてよく見てみるとほどけた一本一本が K の腕に刺さっとるんですよねうわそうなのかよで K の手はですね腕輪から先が黒くなってすよ黒ずんでいる、でこの黒いのは見ていると動いているようでまるで腕輪から刺さった糸が K の手の中で動いているようなこれ気持ち悪いそれを見ておじいちゃんがね缶ひもじゃ缶ひもかいこれが何を思ったかね、うん、K の家の台所にじいちゃんね缶ひもじゃ言うたってね走ってくるんですね、はいはい、何すんのおじいちゃんっつって、うん、僕は K の手からもう目が離せなくなってるんですけど、うん、まるでね皮膚の下で無数の虫がこうね這いずり回っているようなこう、うん、したらねじいちゃんがこう戻ってくるんですよ、うん、そしたら手にね柳刃包丁を持ってるんですよ、うん、ちょっと何するんですかちょっと止めようとする K のね父ちゃん母ちゃんを振り払ってね、うん、じいちゃん K のばあちゃんに叫ぶんですね、うん、これはもうあかん腕はもうダメじゃっつってまだ頭までは一丁なんつって K のばあちゃん泣きながらもううなずくしかできないんですじいちゃんは少し躊躇した後にふつこう包丁が K の腕に突き立てるんですようわ悲鳴を上げたのは K の両親だけで K は何の反応もしない。いやそうなのかあの光景は僕はもう一生忘れることはできないでしょう K の腕からは血が一滴も出ません、代わりにこの血を落としたこの腕からは無数の髪の毛がゾワ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 って出てきて気持ち悪いなこれ傷口から外にこぼれ出てきそうもう手の中の黒いのも動いていないしばらくすると近くの寺からですねこう坊様が駆けつけてくるんですよねほうほうでじいちゃんが電話したのはこのお寺のこの坊さんですわねで坊さんがですね K を寝室に移してで一晩中読経をあげていると、うん、で僕も K の前にこうねこう読経をあげてもらったんですけどもその日は家に帰って寝れなかった、うん、で次の日ですよね K は顔も見せずにですね朝早くから両親と一緒に帰っていったらしいんです、うん、地元の大きな病院に行くとのことじいちゃんが言うにはですあの腕はもうダメじゃ頭までは行かずによかった、うん、そう何度も言っていた僕は缶ひもについてこうじいちゃんについて聞いてみたんですけど、うん、教えてくれないんですよね、そうなんだただ神にかぶるもと書いて缶ひもと読むほこれね字が難しいんで見てください髪の毛の神に破るみたいなのねこれねでこう夢中のもと書いて神にかぶるのと書いて缶ひもと読むんですよ、ね、そういう読みなんですねであの見つけた道祖神あったじゃないですかはいあったね4人のねあれは悪という名前、うん、それはおばあちゃんから教えてもらえたと、うん、悪っていう漢字もねこうアシュラの兄苦しいの句で悪あこういう字で、うん、古くから伝わるまじないのようなものなんでしょうかそれ以来じいちゃんたちにあっても聞くに聞けずにいます、うん、誰か似たようなものをご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいですなるほどあれが仮に頭まで言っていたらどうなってたでしょうか以上が僕が缶ひもについて知っている全てです。でその後もあるんですけどもほうほうほう結論から言うとどうやら缶ひもはまじない系のようですそれもあまり良くない系と、昔まだ村が集落だけで生活していて他との関わりがあんまりない頃、うん、僕はあまり歴史とかに明るくないので何時代とかはちょっとわからないんですけどもその頃っていうのは集落の中で婚姻がこうね、婚姻されるというのが主だったようで、うん、やっぱりねこう集落内で婚姻を繰り返していると血が濃くなるということがあったようでねよく聞くように血が濃くなると、うん、で、プラスこう障害を持って生まれてくる子供が多かったと、うん、なるほどで今のように科学や医学が発達していない時代なんでね、うん、そのような子たちはマガゴと呼ばれてですね、意味嫌われると、うん、そして、マガゴを産んだ女性もマガツメと呼ばれている、しかしこう、ね、昔のことでこのマガゴが生まれてもですね生まれてすぐには分からないある程度成長してからマガゴと分かる例が多かったようで、うん、なるほどそういう子たちはもう気候をね起こすんですよ、うん、やっぱりねキツネツキとかねこうマガマガしいものとね考えられていたと、なるほどでその親子ともどもこの集落内にですね、わざわざ呼んでしまったという理由で殺されてたと、うん
かわいそうだね。しかもね、その殺され方がちょっとひどくて、はあ、間が爪にですね、うん、まず我が子を殺させるんです。親にやらせんのか。そう、さらに間が爪もとてもひどい方法で殺すとても嫌な方法、うん、あまり詳しいことは分からなかったんですけども、伝わっていないということはよっぽどひどい殺し方だったんじゃないでしょうか、はいはい、しかし間が爪は殺された後も集落に災いを及ぼすと考えられていた、うん、そこで例の寒紐の登場。寒紐は前にも書いたように神にかぶせるもと書きます。つまり髪の毛の髪のまじないでも、これは良くないこと、災いを表すんですけども、それをかぶせると、神で良くないものをかぶせると、ね、まあ、要するにこう間が爪の髪のこの束を使って間が子の骨で作った玉で留めて、でこれね、こうだから要するにまじないのこの輪っか腕を作った。でそれを隣村ね、はい、とは言っても当時はかなり離れていて交流があまりなかったんですけども、うん、隣の村の地に埋めて、うん、災いを他の村にかぶせるっていうね。で腕輪の形状をしていたものの、もともとはそういった呪詛的な意味の方が大きかったようです、うん、また今回のものは腕輪だったんですけども他にも、うん、あるようですと、形状がね、うん、いろいろと。しかし、うん、呪いには必ず呪い返しというものがついていく。なるほどね。仕掛けられた寒紐に気がつくと、うん、掘り返してこっちの村に仕掛け返してくるんです。それを防ぐために生まれたのが道祖神悪、あの4体のやつだね、うん、で寒紐を作った村人は埋められた寒紐に気づくと、その上に悪を置いて封じる。悪は本来核と呼ばれていて、石碑に刻まれた人物に苦しみを課すことによってですね、村に再び災いが戻ってくるのを防ごうと考えたんではないでしょうか。そしてその隣村への道がちょうど裏山から続いていったそうです。時の流れの中で寒紐は汚れを失い風化していったようですけども、例の寒紐、あのね、見つけたやつ、あれはまだ効力の残っていたものなんじゃないでしょうか。僕の調べた範囲で分かったのはこのくらいなんです。また詳しい方などいましたらご教授お願いいたします。最後にばあちゃんに気になっていたものの聞けなかった K のその後を聞きました。 K はあれから地元の大きな病院に連れて行かれたそうです。坊様の力か、その頃はすでに髪は一本も残ってなくて、でね、こう刃物の切り口と中身がスカスカの腕の皮だけになっていたそうです。なんとか一命は取り留めたんですが、 K は一生寝たきりになってしまったそうです。医者の話では脳にね、細かい髪の細さほどの無数の穴が開いていたと。皆さんも寒紐を見つけてしまった場合、決して腕にはめたりはしないでください。長距離ドライブおよび徹夜の調べ物でフラフラの上での書き込みなので、誤字脱字読みにくい箇所があるのは許してください。とりあえず分かったことをお知らせしたかったんです、ということで終わりますね。出るじゃないですか、頭まで行っちゃってるんですね。行かないでよかった頭までっていうところでの発言ありましたけど、やっぱりね、こう村に伝わる飲酒は怖いなって、ね、いやこれ、まあ、また気持ち悪い話でしたね。呪いのアイテムみたいなものを、まあ、そのやってやられてみたいなね、そう繰り返してね、ねえ、これは気持ち悪いですね。1回の表の攻撃、1回の裏の攻撃、繰り返して9回までやるんですか。やるんですね。かなりの打ち合いになりますよね。延長入るかもしれないですけど、あ、すごい、12までやるのかな、まあ、一時期15回までやる、ね、制度もありましたけどね。ありましたけどね、怖いですよ、怖いですね。ということで、はい、続きましてです、はい、コッケさん、来た、ね、コッケさんだ。じゃあいきますね、はい。あんまり自分の出た地域のことは言いたくないんですけども、私の田舎では、コッケさんといって、うん、こけしのような呼び方をすると大人に相当怒られたらしいんですよ。なんでしょうね。中学生に上がりたての頃ってね、半端なエロ本の知識で電動こけしという単語を知った。クラスの友達がこけしこけしと連呼してるのを副担任に見つかってバカすか殴られてました、うん、大学に入って初めて知ったんですけども、これね、副担任、私副担っていう、うん、この独特なこうね、呼び方をされてたんです。なるほど。で、この私副担という役職は他の地域にはないんです、うん、ね、こう私副担というのは生活指導副担任の
ああそういうことなんですね。ああなるほど。で別に何の教科を担当していたわけでもないんですけども、うんうん、野球部のコーチみたいな感じで毎日学校には出てくるんだけども、だいたい用務員室でですねお茶を飲んで、で定時前には帰っていくみたいな、うん、で学校行事の中で踊りみたいなものはこの私服団の先生が指揮を執っていた、うん、運動会で必ずメイポールの祭りみたいな踊りを伝統的にやらされてたんですけども、このメイポールちょっとわからないかと思うんでこれ画像出しましょう、うん、でこれメイポール、これがメイポール、ね、これがこう私服団の先生の、ね、担当とか教えるあれだったんね。もう独壇場なんですよ、俺の出番だっつってメイポールは俺のだと。で列が乱れたりポールからねこう引いたリボンがたるんだりするとこう私服団が起こるんですよね。で組体操より全然こっちが大事で体育教師の数倍嫌な感じでね、うん、やってくると、はい、で高校に入って地元の青年館に入るとコッケさんのあらましは聞かされるんですけども、うん、それもまあ、コッケさんという千神さんは伝統だから行事は守らないといけない、うん、みたいな感じの話で要領を得ないんですけども、うん、地域に大きな寺社や宗教施設がないし、うん、で中高にもなるとさすがにいろいろ変な噂が立ち出す、うん、中学の裏にある井戸が本尊で毎年一人生贄にされる、高校を出て町に出るとき井戸に後ろ髪を納めさせられる、うん、まあ噂は噂でしたけども実際私がいた頃は後ろ髪を伸ばしたやつが多かったんです、はい、まあ単なるヤンキーだったのかもしれないですけども、まあ今ちょっとねこの地元に帰ってないのでどうかわからないです、うん、今同居の女の子が近くのマンションに住んでて、うん、でその子のおじさんがこの私服団やってたんですけど、このスレでそのこけしの話題が出てたのでなんか関係ありそうだったので聞いてみました、うん、私たちがこっけと呼んでいるのは、こっけと書くんですけれども、うん、これちょっとね漢字書きましょうか。あ実際の漢字、ね、なるほど、こっけとね、あ、はい、これでこっけ、はい、固定の子にこうアクタみたいなね、はいはいはい、書くんです ね、うん、これはもう後々使いますんでちょっとね置いておきましょう。明治に入ってすぐの頃飢饉と水害の土砂崩れで村が外部との交通が遮断されたまま一冬放置されたことがあったそうです、うん、12月28日のこと、これ旧暦かどうか不明なんですが、うん、ちょっとですね、知恵の遅れた7歳の子供が村の地区、どの地区かは分からないの備蓄の備蓄されている穀物を水に戻して食べてしまったことがあるらしいですね。でその子は村の水番が妹との間に作った子供で、うん、水番が罪を犯すと翌年は日照りになるという迷信がまだ残っていた時代なんですよね、はい、で水盤は責任感が強かったので子供を殺して村に詫びようとしたんです。ああで実際この子供を殺せと書いた無記名の手紙を投げ入れるなどの嫌がらせがすぐ始まったからね。なるほどね、うん、で水盤に不利に扱われていた家も多かったですし実際穀物の管理責任は水盤にあったから、うん、まあね仕方ない状況ではあったみたいなんですけども、はい、年明けて1月28日の深夜いくらなんでも水盤が自分の息子を殺すのを容認はできないので、うん、でこのことは村全体で考えようって談判していたところなんですけども、うん、水盤の子のね妻が泣きながら世話役の家に走り込んできて、うん、ねバー走ってきて泣いとるわけですよ、うん、亭主が首をくくったんで来てくれっていうね。水盤の家に行ってみると、うん、井戸の上にこうね竹をこう渡してそっから首を吊るすようにして絶命している水盤がそこにいたんですよね。そうだったんだ。でもまあもうひどいんですよ、うん、でその有様がねで世話役たちが顔を背けていると、うん、あの九段の息子がね傍らから世話役の袖を引いて見ましたか見ましたかってこう目をなんなんと輝かせて尋ねてくると。でこの子はもはや正気ではないと分かってたんですけども当時の解釈ではこれは水盤の相反する気持ちがこの魂は滅ぼしてもこの肉体は母のために生かしておいてやりたいという願いになって親子の魂が入れ替わったんじゃないかというのが支配的でした。はいはいはい。で間引きのために子供を殺したことはありませんでしたがこの時村で初めてこの子供をもうみんなでもうこれやばいから殺そうってこうねなったんだ意見がまとまっちゃったと。はい。で横糸を斜めに折った長い、まあ、綿布と呼ばれるものでこう首を包ん で布に少しずつ水を吸わせて誰も手をかけないでなるほどね誰の仕業でもなく、うん、ないよみたいな感じ、うん、責任転嫁ですよねこれね怖いねこれで殺そうと。
しかしそこはあの素人考えなので首は締まってもなかなかね死なないんですよ、うん、なるほど、うん、で子供は父と同じ顔で誰じゃ食ったのは誰じゃと声を上げとるんですよね、でもみんなビビってねこう村人はね父が死んだのと同じようにこう井戸にね竹を渡してでそこから子供を吊るすんですよ、ね、うわでものすごい形相で睨むんでまぶたの上から縦に竹串を通すんですよ、子供は数日ね糞便を垂れ流した後に暴れた後に絶命、ひどいよね、これはひどい、その明けた年は飲み水から病気が発生し多くの人が命を失いました、井戸がね、さらに本当に穀物を食ったのがこの子供ではなく、え？世話役の13になる子供だったことがそうだったんかい判明するんですよね、この時世話役は躊躇なく我が子を同じ方法で吊るしました、はい、明くる年の1月28日のことというわけで1月28日はコッケさんの日になったんですよ、はあなるほど命日なわけな、うちで飯を食べてもらいながら彼女に教えてもらったのね、うん、私服担の姪っ子、彼女に教えてもらったんです、はい、だからコケキというのが正しいんですよ、運動会の行事も意味わかるとひどいよね、村人全員で子供を締める儀礼をやっているから、うん、本来こういう形で優しく弔ってあげたのにというね、まあ、偽善なんですよね、運動会の行事はね、はい、で運動会の踊り、これメイポールの祭りに似てるので知らない人は検索してもらうとどういう形なのか分かるんですけども、うん、中央のポール、あのね、立っているポール、はいはいはい、あれが子供なんですと、あとですね、これ私一人で気づいたんですけど、こう、ね、彼女がねペンを取ってチラシの裏にこうね、あのアクタの字をね、はい、書きました、うん、ね、こうね、うん、僕が気づいたと、あ、これ28やんつって28、うん、これ説明しますね、はい、草冠ね、これね、うんうん、これ分けて書くと、あ、20、10と10で20ってことか、28、あーね、なるほどね、確か28になるね、はいはい、草冠とその下の8で28と、まあ、1を読めると、はい、で彼女はキョトンとしていると、うん、いやだから20と8でその命日表してんじゃないかっつって、うん、なるほどね、ね、命日でしょこれっつって、うん、あ、本当だっつって、いや違うの、いやそっちが正しいんですよね多分、うん、何教えてよっつって、うん、いやいいですと、しばらく押し問答したせいに彼女は折れて文字を書き足してきた、うん、これね縦書きなんですよっつって、えこれねこうゲッてね、はい、これ縦書きで、ね、私書きましたけども、うん、これどういうことかっていうと、目をつぶされた子供が竹の枠に首から下がってるの分かるでしょ、あ、ね、ここの部分でぶら下がってるのが分かるでしょ、ね、なるほどね、嫌、はい、ですね、嫌、はい、なんですこの話ね、怖いですね、なんかこう、まあ、でもその学校で行われてるその行事というか、うん、それっていうのの裏になんかそういう伝説というか、うん、その悲惨な話が潜んでたみたいなところですよね、そうなんですよ、だからね、なんかこう障害を持ってたみたいなこと言われるんですけど、なんかその後の言動を見てみるとなんか取り憑かれてんじゃんかな、あ、うん、で水盤のね自殺した父親ももしかしたら、はいはい、全てを知った上でね、本当に穀物食べたのは誰なのか知った上で追い込まれて呪いをかけるために命を絶って復讐したんじゃないかみたいな、本当はね、うん、知ってたと自分の息子じゃないことっていうのはね、うん、あっていうようなお話なんですけども、じゃあ最後にですね、はいはい、ちょっと、まあ、あのこれ短いながらインパクトがある、有名なお話をちょっとお聞きください。何でしょう？双眼鏡です。双眼鏡。俺にはちょっと変な趣味があった。その趣味っていうのが夜中になると家の屋上に出て、そこから双眼鏡で自分の住んでいる街を観察すること、うん。いつもとは違う、静まり返った街を観察するのがめちゃくちゃ楽しい。うん、遠くに見える大きな給水タンクとか、酔っ払いを乗せて坂道を登っていくタクシーとか、ポツンと佇む眩しい自動販売機なんかを見てると妙にワクワクしてくるんだ、うん、俺の家の西側には長い坂道があって、それがまっすぐ俺の家の方に向かって下ってくる。だから屋上から西側に目をやれば、その坂道の全貌全体を正面から視界に収めることができるようになって、うん、その坂道の脇に設置されている自動販売機を双眼鏡で見ながら、
ああ大きな蛾が飛んどるななんて思っていたら、うん、坂道の一番上の方からもうすごい勢いで下ってくるやつがいた。なんだと思って双眼鏡で見てみたら、全裸でガリガリに痩せた子供みたいなやつが満面の笑みを浮かべながらこっちに手を振って猛スピードで降りてくる。やつ明らかにこっちの存在に気づいてるし、俺ともこの双眼鏡越しに目が合いっぱなし、はいはいはい、ちょっとの間あっけに取られて呆然と眺めていた。なんだかすごくやばいことになりそうな気がして急いで階段を降りて家の中に逃げ込んだ、うん、ドアを閉めて鍵をかけて、あーどうしよう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 っつってね、うん、こう怯えていたらザザザザザザってこう屋上への階段を上る音が聞こえてきた。明らかに俺を探してるんですよ。マジでやばいことになった、どうしよう、なんやあれと心の中でつぶやきながら焦っとった、うん、声を潜めて物音を立てないようにリビングの真ん中でアイロンを武器にこう両手でこうアイロンを握って、もうこの武器これしかないからこう構えてた。しばらくしたら今度は階段を降りてくる音をズダダダダダってね、もうバカになりそうなぐらいガタ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 震えたらドアをダン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 叩いてくるんですよ。うんでね、チャイムをピンポン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 鳴らしてくるんですよね。でうわーみたいな感じでもうやつのうめき声まで聞こえてくる。心臓が一瞬止まりそうなぐらい、うん、ものすごい勢いで脈打ち始めた。さらにガクガク震えながら勢いを潜めて回っていた。数十秒ぐらいでノックもチャイムもううめき声も病んで元の静寂。それでも当然緊張が解けるわけがなく、日が昇るまでアイロンを構えて硬直していた、うん、あいつは一体何者だったんだ。もう二度と俺は夜中に双眼鏡なんか覗かない。終わりです。いやまたこれも何者ですか。わかんない、これね、謎のね、男の子みたいなね。はあ、でも向こうに気づかれたっていうところですごい追いかけてくるっていうこの緊迫感っていうのは想像するだね、ものすごく気持ち悪いですね。邪神みたいなね。ああそうだね、覗き込んでね。確かに。でもこれ結局じゃあそれ終わってるわけだ。終わってるわけですね。じゃあ別にそのなんだろう、その後体験者投稿者に何があったかっていうのは分かんないってことですね。見つけられてもらったら大丈夫だったかな、大丈夫だったんじゃないかなと思うんですけども。なるほど、まあ、ジャッシュは山の中だったんだけど、これはもうね、うん、自分家で、いやそう街中でしょ、完全にね体験してるからなんかより怖さが増すというか。あ短いながらいいですね、これもね、うん、だ夜中にねこんなことするからダメなのよ街を見るのがでも趣味だったんだな、うん、夜中にこのね、うん、自分の目じゃなくて違うものを通して見るから、もしかしたらそのレンズ1個挟むことによって見てはいけないものを見てしまっている。本来の自分の目だけだったら見えないのが双眼鏡を通してってことだね、うん、っていうような。いやいや面白かったですよ。なるほど、皆さんどうだったか。ショートシャレコアね、楽しかったです。お届けいたしました、はい、ということで今回のシャレコア会以上でございます。ありがとうございました。